共土防衛義勇軍、共土防衛義勇軍、共土防衛義勇軍、略称、ペタとは、太平洋戦争期、1943年10月、日本軍聖火に置かれた東インド、現在のインドネシアのジャワで、民族軍として結成された軍事組織である。同様の組織は、バリ島、スマトラ島、マレー半島でも結成された。日本の敗戦後、 1945年8月19日付で解散されたが、この郷土防衛義勇軍出身のインドネシア人が、その後のオランダとの独立戦争、インドネシア独立戦争で、インドネシア側の武装勢力で、中心的な役割を担った。なお、その軍機は、緑地に赤い太陽、三日月と星、イスラームのモチーフが染め抜かれていた。郷土防衛義勇軍以下、 ペタトリアクスは日本軍から組織的に独立し、インドネシア人指揮官が自ら率いる民族軍として構想されたものである。こうした民族軍の設立については日本側とインドネシア側の双方から要請があった。占領地における民族軍の創出については、すでに陸軍省が南方軍に対して、 東南アジア住民の武装化を認めており、1942年6月29日付、大陸予備1196号、東南アジア在住のインド人らによるインド国民軍、アウンソン・ラ・ビルマの民族主義者らによるビルマ国民軍が設立された。ライン攻略作戦によって、ジャワを占領した日本軍、今村人市中将指揮下の陸第16軍、5万5000人。 は、その主力を、ニューギニア、ソロモン諸島方面に移動させ、1942年11月には、約1万人の守備隊をジャワに残すのみとなった。東インド占領地での兵力不足は否めなかったが、実際に、東インドで民族軍設立が具体化するのは、それから1年後のことだった。一方のインドネシア人の側では、日本軍政当局が、 民族独立を確約せず、住民の動員や資源の調達に協力を求めることに不満が高まっていた。1943年5月に設置された兵法の制度は日本軍の補助兵力に過ぎず、これもインドネシア人の不満を解消するものではなかった。彼らが望んでいたのは日本軍から独立したインドネシア人の将校と兵士からなる自前の民族軍の設立だったのである。 もちろん、軍政下における現地住民の武装化については、軍政当局の内部にも、また現地の民族主義運動リーダーたちの間にも、慎重論があった。日本人の側には、武器を与えられた現地住民が、公日独立運動に加担するのではないかという不安があった。その不安は、後のブリタル反乱事件で現実化する。インドネシア人の側には、 かつてオランダの植民地支配下にあったとき、現地住民から構成された植民地軍が民族主義運動弾圧に利用されたという苦い過去があった。しかし、軍政当局の側には選挙区悪化に伴う兵力不足の危機感が、そして現地指導者層の側には独自の民族軍を有していなければ、独立達成後に旧宗主国オランダとは退治できないという危機感があったため、 1943年10月3日、ジャワ共同防衛義勇軍の設立が正式に決定された。この決定に先立ち、軍政当局は、ガトットマンクプラジャ、元インドネシア国民党ら民族主義運動のリーダーや、イスラーム指導者のラデンワリアリハタラに依頼して、民族軍設立の憲白書を提出させた。軍政当局は、こうした、 現地住民からの要望に応えるという形をとり、自らの主導によって、住民の武装化を進めるという体裁を避けた。ペタ設立の正式決定後、その編成の中心メンバーとなったのは、ジャカルタ近郊のタンゲランにあった、青年道場、インドネシア特殊要員養成隊、隊長、柳川宗成中尉のインドネシア人青年地だった。この青年道場は、 日本の中野学校出身の情報士官らによって設立された機関でインドネシア人青年にゲリラ戦や情報戦の技術を教育していた。ペタ設立の決定後、この青年たちをボゴールに設立された幹部養成学校義勇軍連生隊に所属させて隠し訓練を実施した。そしてこの学校の卒業生が中心となって、 彼らのそれぞれの故郷で約500名規模のペタの大団を結成させた。この大団のもとに中団、小団、分団が組織された。こうした大団は1943年末には35大団、1944年8月には20大団、同年11月にはさらに11大団が追加編成された。終戦時には66大団、 約3万6千人の規模となっていた。この中には、旧植民地軍出身で、そこでの実績を買われて、商団長に任命された、スハルト、後のインドネシア第二大大統領の姿もあった。スハルトは、その後、中団長に昇進し、インドネシア人士官らの訓練にも当たった。こうして設立された民族軍ではあっても、占領期間中は、日本軍の指揮下に置かれ、 軍事訓練等は日本軍の指導のもとに実施された。訓練はすべて日本軍の不評想定を基準にして行われた。訓練は厳しく、訓練兵の中には病気になったり死亡したりする例もあった。軍事訓練と共に重視されたのは精神教育であり、そこでは日本軍の軍人直輸が用いられ、祖国のための自己犠牲の尊さ、戦う勇気などについて、 インドネシア人青年は徹底的に教え込まれた。日本の配色が濃くなっていた1945年2月14日、深夜、ジャワ東部のブリカル、スカルノの出身地で、ペタの大団が、抗日独立放棄を起こした。それに先立つ1944年2月には、米の強制教室や、労務者問題に反発して、ジャワ西部、 ブリアンガン州のシンガパルナ村でイスラーム指導者に率いられた農民放棄が起こり、日本人、憲兵3人が殺害された、逮捕者800人超、指導者ムストファラ23人は処刑された。こうした抗日独立運動は1944年以降に続発するようになるが、その中でもブリタル反乱は日本が軍事協連を施した軍事組織が公然と放棄した点で、 軍政当局に与えた影響も小さくなかった。この反乱事件では4人の日本人が殺害されたが、すぐに鎮圧され、反乱に関与したとして6人の兵士が処刑された。反乱の首謀者とされた、ペタの商団長、スプリアディは、終戦前後の混乱の中で、行方不となった。インドネシアの独立宣言後、スプリアディはその功績を称えられ、発足した。 正規軍の初代司令官に任命されたが、その行方は依然として知られなかった。日本の敗戦後、連合国側から、東、インドでの武装解除、現状維持、治安維持を厳命された日本軍は、1945年8月19日付で、ペタを解散した。その後、ジャカルタのペタの元将兵らは、それぞれ帰郷するなどしたようだが、 その他の各地の元ペタ将兵らは組織と装備を維持しつつ、インドネシア独立宣言後の正規軍編成の呼びかけに応じ、初期のインドネシア国軍の機関戦力を構成した。彼らは近代的軍事教育を受けた正規軍兵士として、オランダとの独立戦争で重要な役割を演じた。後に、インドネシアの第二代大,大統領となる若き日野スハルトも、そのようにして、 正規軍に加わり、優秀な野戦士機関として、軍内で頭角を表していった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。